おはようございます。チャンネル翔平です。今日はちょっと MLB ドリームカップ の, あの関東大会に来てるんですけど、あのうちの監督のゼビオの、渡辺さんが、今日ちょっとバットを持ってきてくれたということで紹介しようと思うんですけど、じゃあこちらにお願いします。おはようござい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 ます。ちょっとあのギガキングということで、こちらミドルバランスとトップバランスがあるんですけど、ミドルバランスの方が重いんでしたっけ？そうです。これが 740g。 740g で、こっちトップが 720g。 重いということで、確かに重さ感じます。打っちゃいましょうか、これ今日ね。で、今日、ホームランを打った方には、このビヨンドマックスギガキングをプレゼントしようとあ、違うかホームラン賞としてプレゼントしようかな、勝手にいつもの悪い癖で4万7000円。このバット4万7000円するということで、めっちゃ高いっす。でも、ゼビオのマネージャーの、渡辺さんの力でなんとかなっちゃうんです、これは。なんとかなっちゃうんです。よし、はい、これで今日はやっていこうと思います。ということで、どうですかね、これはやっぱここが変わったんですかね。そうですね、まあ、前よりもパーセントだったのかな。飛ぶんですよ。飛ぶんですか。今日打ってもらいたいようにね、打ってもらいたいんで持ってきました。 A 級で、どうなんですか、 A 級で打っても飛ぶんですかね。飛びます。今のビヨンドマックスよりもさらに飛ぶ。あ、そうなんですか。 M 級対応ですね、一応ね、これね。 M 級対応打ってるギガキングということで、まあ、今まで、ね、ビヨンドマックスからキングになって、メガキングになってギガキング、ということで、ちょっと新しいバット、ちょっと今日お借りできるので、これをちょっと使って、試合に出れたです。出れたらですけどね。試合に出れましたら、これを使ってみたいと思います。よし、今日は頑張りましょう。ということで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。勝ちましょう。ありがとうございます。はい。ということで、今日はこのビヨンドマックスギガキングを紹介しました。この後の試合でちょっと使ってみたいと思います。その、使った感想は、後ほど動画にしていきたいと思います。では以上です。さよなら。